世界全米嫁探しの続きいきますよー。ゆっくり実況、始まるよー。そんなわけで今回は神ゲーイース2の後半戦。ほいよいよ。では前回までの話を簡単に振り返ってみましょうか。そうっすね。イース1でダームの塔を陥落させた主人公の赤髪アドルくん。そしてアドルくんは謎にイースという国に異世界転生しまして。そしてそこで出会ったリリアっていう可愛いちゃんねー。この女の子ね。でも何やらリリアちゃんは病気だってなもんで。でもなんだかんだアドルくんはリリアちゃんの病気を治すことに成功。そしてこれはときめきメモリアルかもねっていう展開のドキドキ。ときめきメモリアル。そしていろんなところで見つけた石像のお告げ的なものによると、このイースって国に災いが起こるらしいと。そしてその元凶ってのはサルモンの神殿にいる魔の元凶が原因らしく、それをなんとかしろと神官ファクトという人からの無茶ぶり。無茶ぶり。そしてなんやかんやでサルモンの神殿に向かうことになったアドルくんですが、何やら魔物たちにアドルくんの行動を先読みされてたようで、あの手この手の対策で神殿に入られないようにするんだけど、でもアドルくんはテレパシーの魔法で魔物に変身したりして、なんとかうまいこと神殿に入り込むことに成功しました。ほう、わかりやすい。しかし神殿の奥に進んでいくと、魔法使いダレスっていう何やら大物みたいなやつと鉢合わせてしまい、その魔法使いにガチの魔物の姿に変えられてしまいましたとさ。ほうほう。そしてさらに奥の地下水路に侵入していったところ、捕まっていた人間たちの隠れ場所みたいなところを見つけたんだけど、でもアドルくんは魔物の姿をしているので何も話を聞いてもらえませんでした。っていうところから始まるのね。そんなわけで早速続き。人間の姿になったら信用してもらえそうだ。何々聖なる杯っていうやつがヒントになりそうだと。そしてラミアの村に住んでいるレグジーが何か知っていると、よしでは善は急げの精神で聖なる杯を探す旅。そして神殿内を探していると、何もない部屋だ。しかしここで用務員さんからこの部屋でライトの魔法を使えとの指示。本当に指示があったのか。ってことで見えないものを見えるようにするライトの魔法。するとびっくり玉手箱。お？なんと聖なる杯を見つけましたとさ。これで人間に戻れるかな？でさっきまでは絶望じいさんだったレグジーですが、聖なる杯を見て何やらちょっと生き生きしてきた様子。何にしてもこれで人間の姿に戻れるのね。ではレグジーさんお願いします。ってことで無事人間の姿に戻れましたとさ。では人間たちの隠れ家に戻りましょう。ってなんだ君かって怒るぞこら。冷たい態度が。ってここでまさかのリリアのチャンネーがいるという運命。運命ねー。きっとこの人ですねー。で久しぶりですねリリアちゃん。金髪マリサです。こんにちは。何がこんにちはだってさ。ほう、人間狩りにあったけどキースくんが助けてくれたんですか。そしてその時に例の神殿の鍵までくれたんですね。それはナイス。ってことで神殿の鍵をゲットと思ったら何やら外から不気味な笑い声。むむむ、これは何でしょうか。ああ、私は魔物に尾行されてたんですね。それは本当にごめんなちい。本当に反省してるのか。って何するんですか。ああ、アストロンとかそういうのやめて。アストロン。ってことで魔法使いのダレスによってみんな石に変えられてしまいましたとさ。マジか。じゃあリリアのチャンネルにいたずらし放題ですね、これは。ほんと頭の中。ってこれからどうしましょう。とりあえず神殿の鍵は手に入れたから定期の探検ですかね、ここは。すると地下水路の奥で銀色のペンダント発見。このアイテムはどこで使うのか。そして大義林さんによりますと、神殿の鍵でこの先の扉が開くようになってるから、ボス戦頑張れよだってさ。本当に言ってたのかどうなのか。そんなわけで念のためここで安定のセーブ。よしでは初見の勝負行くぞーら。果たして今回も勝てるのか。おっと、今回はちょっと強そうな雰囲気。そしていやらしそうな鳥もセット。あーなるほど、鳥の攻撃をくぐり抜けて攻撃しろってか。あとは攻撃が当たるのかどうなのか。意外と当たる。あ、消えた。どこに出てくるんすかね。あ、発見。
この子のタコタコクライオラ、勝ちました。まさかのあっさり撃破。そんなわけで今回は本当にボス戦は優しいかもしれないという驚き。ってなんですか、用務員さん。また顔色が悪い人。ほうほう、ここで銀のペンダントを装備して女神像に触れろと。すると神殿の東側に行けるからさっさとすれたここらって。ああ、そんなひどいこと言わないで、マリサ壊れちゃう。ほんとこの人たちは何なのか。そしてさらに奥に進んでいくと、何やらここでリアの貝殻を通じて誰かから業務連絡。業務連絡ですか。ほうら、ミアの村にタルフっていうちびっ子が訪ねてきていると。なんすかね、戻ってみますかね。ほうローブの怪しい男がアドル君のことを聞き回っていたと。でその男は神殿の中に入っていったと。おいおい、それだけかよ。さようなら。せっかく教えてくれたのに。ってことで気づいたらレベルカンスト。ついにカンストですか。ってこれはキース君じゃないですか。あー、前溶岩のところで助けた魔物のあれね。ふむふむ、これは重要なアイテムをもらえそうな予感。水路調節室の鍵ですか。あー、そういえばなんか地下水路に鍵がかかった部屋があったな。ってことで水路室の鍵ゲット。では早速その鍵が使えそうな場所へ。あっさり開いた。おや？これはこの地下水路に何かが起こるのか。大水に何かが起きてる。ってことでこれで水路の水がなくなりましたとさ。ってことは今まで水のせいで行けなかったとこも行けるようになるんだな。ほう、なるほど。そしてまたさらに奥までずんずん進んでいきますと。おっと、またキース君。ほう、この先で生贄の儀式があって。鐘の音が5回鳴ったらマリアのチャンネルがちょめちょめされちゃうぞと。ちょめちょめ。まあマリアさんってまだ会ったことのない人ではありますが、私はチャンネルに優しいので救出できるように頑張る。チャンネル目的。するとどこからともなく美しい声が聞こえる部屋発見。おう、女神様。女神様。女神様は私に何を教えてくれるのでしょうか。で、神殿の中枢部に行くにはペンダント的なあれがさらに必要と。魔物に石にされた誰かが持ってるみたいですね。ほう、そしてこの先の金月堂に夢見の石像があると。そういえば金月堂でマリアちゃんっていう人が生贄に。ああ、そういえばそうでしたな。ではマリアちゃんを助けつつ夢見の石像をゲットするという強欲作戦。強欲ですねー。で、ここからまたボス戦ですよ、マリサさん。はい、お任せください。ではまずは敵の動きを学ぶための様子見作戦。今回もちゃんと勝てるのか。ほう、これはあの変な顔が出てる時だけダメージが当たる系のやつか。変な顔ねー。ではここは精神集中からの。タコタコイカタコ。タコトイカに謝りなさいよ、ほんと。はい、ごめんなさい。いつもスシローで美味しくいただいております。スシローですか。ではここからいよいよ金付き動一瞬。おー、なんか聞き迫る感じの BGM。 では奥の方にずんずん進んでいきますかと思ったらチャンネル発見。あ、これはもしかしてマリアちゃんって人かな。でも何度話しても来ちゃダメーとしか言われませんので、とりあえずさらにオラオラ進んでいくマリサと思ったら、これはどこかで聞いた鐘の音。5回鳴ったらちょめちょめになっちゃうあれだ。マジか。そしてさらに進むと、あー2回目。そしてさらに、あー3回目。そしてついに4回目だ。マリアのチャンネルにちょめちょめなんかさせないぞ。だからちょめちょめはしないでしょうよ。そして最後部到着。むむむ、こいつが悪いやつか。マリアちゃんはどうなるのか。ここであと1回鐘を鳴らされたらマリア嬢がさようならというピンチ。あー、あの鐘を鳴らすのはあなたやめて。和田アキ子やめなさいって。あー、なっちゃった。なんということでしょう。私の子猫ちゃんが、子猫ちゃん。そしてこの魔法使いはどこかに姿を消してしまいましたとさ。どうしましょ。どうしましょって言ってもねー。まあとりあえず戻ってみるか。と思ったらここはさっき入れなかったとこ。ここで夢見の石像ですか。ってことはさっきの女神様に会いに行く感じですね。いや、でもマリアちゃんの容態をチェック。あー、ごめんねごめんねー。本当に悪いと思ってるのか。では夢見の石像を女神様に持ってこいと言われてましたので、これで石に変えられていた人たちは助かるのかどうなのか。これできっとリリア嬢を助けれる。しかしこの石像には目が一つしか入ってないと言われがちなあれ。おい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 。
ってことで黒い真珠を見つけたらまた戻ってこいというおつかい。ではちょっと下せませんが黒い真珠を探してきましょうか。なぜかこのちびっこが持ってたのになくしちゃったのね。ほんと何してんのよこいつは。強盗っていう人と話してた時に落としたって言ってる。では引き続き情報収集を。奇妙なローグをまとった男が拾っていったって話ですね。ああなるほどそういうことか。じゃあ神殿に戻ってみっか。ここでガレスが神殿に何かを持ち込んだというガバガバの情報。ガバガバだ。そんなわけでさっき会議をやってたという神殿の中へ戻ってきました。おおここに宝箱ってことで、ここで黒い真珠ゲット。じゃあ女神様今度こそ頼むぞマジ。これでダメだったらマリサも怒りますからねほんと。全く怖くはないですが。そんなわけで夢見の石像を持って金付きドームで行けという指令。最後の戦いも近いってさ。そして新刊の末裔も収集しておくからなというプレッシャー。マジなんなんすかそういう圧力は。圧力ってことでなんだかんだでさっきの金付き堂の頂上へやってきましたタツキン選手。ここで夢見の石像を使うとなんとびっくり玉手箱。ピカピカ光って石にされた人たちが元に戻りましたとさ。おやっと。じゃあリリアちゃんの元へ。結局目的はリリアちゃんなのね。おい私が来たぞ。ってここで魔の根源があるイースの中核部は水路の下にあるという話。ほう水路の下か。って子猫ちゃんがまたいなくなっちゃった。またですか。そしてここでフレアっていう人からアドル君宛てにペンダントと手紙が届いてたと。ほうペンダントですか。今時期のペンダントだってさ。ほうほうなるほどイースが地上へ降り始めてるんですね。知らんけど知らんけど。そしてここで他にも石にされてた人がいたという情報。ああなんかそれっぽい人いたわ。瞬間移動ってことで何やら見たことがある名前の少年。ラミア村のサダっていう人だ。ああマリアさんは恋人だったんですね。横取り40万しようとしてごめんなさい。商売商売。おおサダくんの剣をもらえるんですね。どうもどうも。ああそうだ家には鎧があるって父さんが言ってましたもんね。ではラミアの村に戻って鎧をもらいに。また瞬間移動。いやそうなんですよ、サダ君を発見して助けてきましたよ私は。ああ鎧をもらえるんですね、ほんとありがとうね、ほんと。トータルなんか偉そうな。そしてさらにクレリアの盾というのが地上にあるという情報。ここにはないのね。ではさっき手に入れた金のペンダントを装備してこの女神像でワープをしろってさ。誰が言ってたのさ。ではイースの中枢部を目指してワープ。っていよいよ終盤戦に近づいてきたのね。あ、またなんですか用務員さん。なんか上から降ってきた。あ、はい。この後はダレスってやつとの戦いになるからせいぜい頑張れよタココラと。絶対言ってないじゃないの。では新境マリサは念のためここでセーブをしておきまして、いよいよここから謎に倒し方を見ないで初見のボス戦。なぜそこだけ見ないのか。そんなわけで幹部クラスの魔法使いダレスとの戦い。大絶対負けねえからなかかってこいおら。あ、今回は魔法は使えないんですね。ちょっとそういうイレギュラーなことやめてマリサ壊れちゃう。何を言ってるのかこの人は。ってことで予定が狂ってしまった肉弾戦。あ、でもワンのダルクファクトから比べたらいけるなこれは。相当地獄だったのね。ではできるだけホムラちゃんには当たらないようにしまして。またギャンカス要素が。なんだかんだでまだ被害者も3人なんですよね。ああ確かに前半の最初でさようならになったきりのままだ。私だってあのファミコンのゴエモンを8周した根性の金髪だぞ。イースとはゲーム性が違うじゃないの。そうでした。って何やらこれはかなり接戦の雰囲気がありますが、これは無事勝てるのかどうなのか。いて、何しやがるほら。また謎に切れた。白内障系マリサを舐めんなよ。白内障系マリサって何なのよ。まあいいから黙ってみてろ霊夢よ。どうですかねー。な、何がさ。ってことでめっちゃギリギリガールズでしたがなんとか討伐。ほんとギリギリだった。ではこの奥に進んでいきましょうか。と思ったけどセーブをしておかないといけないですよねここは。あ、やっぱりそう思います。ですよねですよね。ここはセーブですよね。だから一体誰と話してるのか。ってことでここからいよいよ最後のイース中枢部。ちゃんとクリアできるのか。おや、なぜここにタルフ君がいるんですかね。あ、
そういえばさっき神官の末裔を集めておくって女神様が言ってたな。ってことは、ああ、マリアちゃん生きてたんですね。おお、生きてたのね。何やら腕輪の力で助かったという奇跡みたいですね。女神が魔の呪いにやられてるから急いでってさ。ってなんかここにいる人たちって絶対末裔とやらだろきっと。ほらこのキース君だって実は魔物じゃなくて高貴な人だろ絶対。その謎が明らかになるといいですね。ああこの人も偉い人だった。さっきは偉そうな態度してほんとごめんなさい。ほんと態度がコロコロと。あ、右の方ですか？わかりました私ちょっと見てきます。ほんと態度が。と思ったらリリアちゃんじゃないですか。ああもしかしてリリアちゃんも神官の末裔とかっていうあれなんですかね。ほんと不死だらなこと考えててほんとにごめんねごめんね。絶対思ってないやつ。ってことでここで女神の指輪というアイテムをリリアちゃんからゲット。するとこの結界を突破できまして、そしていよいよこれはラスボスが出てくるあれなのかなとドキドキしておりましたら、してたら、おや、これは誰かな。何やら動かない二人組と思ったらどこからか悪そうな奴の声が。ああこれが女神様たちだったんですね。ってどうでもいいけどお前は誰なんよ。確かになんか昔の恨みみたいなことを言ってるけど、まあそれはそのうちわかるか。でその時扉の外から聞き覚えのある声が聞こえてくる奇跡。おおこれは誰でしょうか。って違う人に話しちゃった。また話しちゃった。何してんのよ。しかしここで身長マリサは一応セーブしておきますね。めっちゃいいとこだったじゃないの。あ、音楽が戻っちゃった。だからさ。でこれはイースワンで出てきた盗賊団の合板師。あーそんな人いたねー。そして銀のハーモニカというアイテムを合板師からもらいましたとさ。これはいよいよ最後の漢字が出てきた。あールタさんじゃないですか。久しぶりイースワンではお世話になりました。そしてルタさんからはクレリアシールドのプレゼント。これで装備は整った感じかな。では早速もらったクレリアシールドを装備しまして。テラスボスの倒し方は知ってるんですか。はい、はいじゃなくてさ。だからボスの倒し方は見てないって言ってんだろ。やっぱりここでも見てないのね。何やら攻略情報によるとラスボス戦はシールドというダメージを無効化する魔法を使いながら戦えと書いてあるようですが、そんなの情弱は知らんし、なぜ肝心なところで情弱なのか。まあ情弱は情弱らしく、ここは正々堂々と勝負。正々堂々とセーブ。てことでここから注目のラスボスダーム戦。ラスボスはダームっていう名前だったのね。よしでは勝負だ。ダームとかいうやつめ。イースワンで散々味わったこの恨み、地獄に流します。地獄少女。てことで始まっておりますラスボスダーム戦。敵の動きのパターンはあちこちにワープしながらこのを打ってくる感じのようですが、さすがに初見でなおかつシールドの魔法なしではきついでしょうか。これは明らかに劣勢。負けました。ついに負けた。でも戻ってきました。立ち直りが早い。今回はどうか。負けちゃった。ああ、おう、なにくそ、まだまだ葬られちゃった。ちゃった。そして4回目の挑戦。シールドの魔法のことは学んだんですか。だからボス戦の戦い方は見てないって言ってんだろ。また意味不明なこだわりが。でもこの感じでお送りしているということはもしかするともしかするかもしれません。もしかしますかねー。もうやつの動きは見切った。ほう、ここで大切なのはとにかくあの変な火の玉に当たらないようにすること。決して無理にボス本体に攻撃しようとせず、まずは火の玉を避けることに全集中。常に攻撃はあわよくばの精神で。あわよくばの精神って何さ。いや、なんだかいけそうな気がするっていう時にしか攻撃しないあれですね。やめなさいって話すことなくなっちゃった。なぜここで。じゃあちょっと小話でも。今回は何を暴露するのか。最近いつも付き合いのある車屋にタイヤ交換に行ったんすよ。ほう。そしたらそこであられちゃんが乗ってそうな可愛いゲンチャを見つけてですね。ほう、それで。そこで今まで一度もゲンチャなんて乗ったことのない私はそのゲンチャを買ってしまいましたとさ。何してんのよ。いやでもまだあるんだって霊夢さん、ちょっと聞いて。何さ。
そして私はゲンチャに乗るために可愛いヘルメットを買って、実際にそのゲンチャに乗って近くのコンビニに買い物に行こうとしたんだけど、うん？でもここ最近髪の毛がスーパーベジータ風の気配がありましてですね。スーパーベジータ。でコンビニに着いてヘルメットを取ったら、髪がペチャッとなって M 字のベジータが目立つな、これはマジいな。ってなって、コンビニに入れませんでしたとさ。ほんとトータル何してんのよ。っていう AGA マリサですね。何よ AGA マリサって。いやでも違うんだって、まだ猶予はあるからさ。何よその謎の猶予は。そんなわけでですね、 AGA 予防は早期からやっておいた方がいいですよ。っていうこと。っていうことじゃないってば。そして気づいたら何やら超絶ギリギリの戦いのようですが、時は来た。ネットの裏に。ネット関係ないし。ってことで小話からの勝利。やりました。ついに椅子の世界を救いました。ほんと謎の小話。そんなわけでここからエンディング。あ、リリアちゃんらしき人もいる。フィーナさんらしき人もいますね。マジでか。あ、フィーナさんじゃないですか。 AGA マリサです。こんにちは。だからさ、で今まで出てきた人たちのほとんどは神官の子孫っていうあれだったんですね。この坊やもお偉いさんでしたか。いやー先日は本当にお世話になりました。いやでもお前はちょっと状況が乱れてただろ。許さんぞ。だって誰も言ってないし。まあとりあえず私はチャンネルのことでとても忙しいのでさようなら。ほんと失礼な。でマリアさんじゃないですか、ハダトくんの彼女の。ほんとじゃねん。ってなになに。魔物が生贄を捧げていたのは神官の子孫を探し出すためで、魔物は魔物で自分たちがやられるのを恐れて、それで手当たり次第に村人を生贄にしていたんだと。魔物にも魔物なりの事情があったわけね。おっと、あなたはラミアの村のゴートさんですかね。あ、私は指導者じゃないっすよ。ただただ強引にこの国に飛ばされてきただけなんで。ちょっとだけ合ってる。あ、キースさん人間の姿に戻れたんですね。おめでとうございます。いろいろ助けてくれた魔物の人ね。キースさんは妹が魔物に殺されたっていう過去があったようですね。おいおいマジでか。絶対適当に言ってるやつだ。まあそれよりもですよ、気になるのはリリアちゃんとフィーナのチャンネルとのときめきメモリアルですよ。ときめきメモリアルですか。視聴者さんからそういうコメントももらってましたしね。こっちはリリアちゃん15歳、こっちは年齢不詳の身長158センチ、スリーサイズは上から83、54、84。だからそのデータなんなのよ。こんな魅力的な人たちを目の前にしてどっちを選べって言うんですかね。ああ迷って迷ってマリサ壊れちゃう。また何アホなことを言ってるのか。でそろそろこの談笑も終盤でしょうか。あ、これはリリアちゃんですかね。ほうリリアちゃん、これは完全に恋心のあれかな。あーゴーバンさん、リリアちゃん15歳を刺激すんなってマジ。なぜ15歳を強調するのか。まあこれは完全にほの字の雰囲気でしたね。あとはフィーナ様。あ、この人はフィーナじゃなかった。何してんのよ。って女神の人たちは魔法を封印しようとしてる感じなのね。魔法があるから魔物が生まれるみたいなことも言ってましたしね。ではいよいよフィーナのチャンネル。なかなかお互い話が出てこないのね。ドキドキですね。マリサ壊れちゃう。何気に入ってんのよ。そしてここでマリアさんのカットイン。あーここからツーショットのやつ。では改めまして、改めましての。いやーフィーナさん緊張しますね。まさかあなたが女神のあれだったとは。しかも前回はちょっと会っただけだったじゃないですか。そうそうジェバマダムのとこにいましたもんね。懐かしいですね。独り言かな。結局あなたはどうして記憶喪失になったんですか。まあそれは確かに。ああそうですね、何が大事って私に会えたってことが一番ですもんね。調子に乗り始めた。じゃあフィーナさん結婚してください。そろそろ行かなくちゃって言ってますが。おいおい話が違うじゃねえか。いつ約束しました。そうでした。ってことで実は女神だったフィーナさんとここでお別れという悲しみ。ああ悲しいなー悲しいなー。あ、リリアちゃん、だからすぐ気が変わるのやめなさいって。ってことでイースは地上に降りていました。
そして赤髪のアドル君は結局どちらを選びたかったのか。フィーナさんは女神。女神と人間が一緒になるというのはそれはそれでいいのかもしれませんが。まあここはオリジナル版とかリメイク版とかの中で、ファミコンとはちょっとだけ違うエンディングが見れたりするとかなんとかで。さらにはアドル君はここからさらなるときめきメモリアルもあるとかなんとか。そうなの？いやなんか話によると3以降もそういうときメモがあるって噂。ここからまたいろんな出会いが出てくるあれなのね。あとさっきフィーナちゃんが初めて普通の女の子として話せたって言ってたのと、人々の平和のために自らを犠牲にしたという行為。なんともこれは切ないお話でございますね。そりゃアドル君も空を見上げますよね。うんうんそうだそうだ、きっとそうなのだ。また一人で納得してる。っていうエンディングでございました。そういえば結局今回の被害者はめっちゃ少なかったじゃないの。ああ確かにそうですね。ちなみにこの情弱、ラスボス戦でシールドの魔法を使えばもっと楽に倒せたってのは、今この動画を作ってる時点で気づきました。本当にイース情弱なのね。ではここでひとまず BGM チェンジ。はい。結局ここはお気に入りのやつ。で、マリサさんマリサさん。はいはいなんでしょうか。今回やってみてのあれはどうでした？いやそりゃ当然のように神でしたよほんと。BGM もほんと良かったしねー。まあ今回私はファミコン版しかやってないので、機会があれば個人的に違うハードとかでもやってみようかなと。視聴者さんからは PC エンジン版がいいぞっていう話が多かったですよねー。ちょっと私 CD ロムロムのゲームをできる環境がないので今はあれですが、どこかで一度プレイしとかないと日本ファルコム様への恩返しが足りないと、情弱なりにそう考えております。まあでも今回でとりあえずイース 1,2 をプレイできたのは良かったじゃないの。いやほんと今までイースに全くと言っていいほど触れてこなかったですからね。ひとまず今回でイースシリーズの魅力を少しでもお伝えできれば、リリアの振り向きチャンネルこんにちは。だからさ。ってことであとはこの神オープニングの BGM と一緒にお別れ。ってなんですか銀髪の人。銀髪の人。はい。ベジータになってきたら戦闘力は上がるのかどうかと言われましても、いやだから神が徐々にベジータになってきてるだけですから、上がるのは男性戦闘力くらいじゃないですかね知らんけど。男性戦闘力って何よ？あ、用務員さんはハーハーしてるだけで男性戦闘力低そうですもんねかわいそうに。ほんとこの人たちは何の話をしてるのか。ってことでここまでご覧いただいた皆様、本当の本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ではまた次回の何かしら。いや。次回の鬼畜チャイニーズでお会いしましょう。鬼畜チャイニーズとは。というわけで神ゲー間違いなしのイース2でございました。次はスーパーチャイニーズですか？あのゲームをクリアできなかったお兄様お姉様たちの恨み。地獄に流します。絶対これは自分が地獄を見るやつだ。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。